です。数学3特攻ということで今日からついに最後のの単元、平面上の曲線に入っていいいきたいと思います。まあ、この単元は一つのセクションだけでして両問演習を計4問今回が放物線で次が楕円その次が双曲線でラストに曲方程式と4問扱ってその後過去問演習を2問やってこの数学3特攻が終わりになります平面上の曲線っていう単元は、まあ、これまで微分とか積分とか複素数平面とか やっってこられた皆さんにとっては割と軽いい単元になっています本当にこの単元に特有なトピックとしてはそれこそ言葉の定義であったりとか今回の問題でやるような奇跡の式の導出がメインになってきてそれ以外の分野っていうのは結局奇跡と領域の範囲と絡んだりとか微分析分の範囲と絡んだりっていう融合問題になっていくので本当にこの単元固有の学ぶべきテーマっていうのは結構限られています。なので 気楽な気持ちで臨んでもらえたらと思いますでは今日は放物線について扱っていきます問題こちらです一応問題は作ってはいるんですけれども攻撃形式で進めていこうと思うので興味のある方は一旦これ動画を止めていただいて自力で解いてみてから解説の方に進んでくださいでは解説を始めていきます放物線でこの後楕円を扱ってその後双曲線扱いますけれども 共通するテーマとして、まあ、いつでも知識を取り出せるようにはしておきましょうという話です、まあ、結局式の形とかですね覚えてしまう方がほとんどだとは思うんですけれどもじゃあその式ってどっから出てきたんだっけっていうのがこの単元の肝であったりするのでそしてそれが応用力につながっていったりするので、まあ、しっかりと一度は手を動かして導出してみるっていう経験も大事になってきます今回放物線ですけれどもこの放物線でやる内容今回特に 式の導出とあと接線の導出。あと媒介変数表示。あと性質について扱っていこうと思うんです。けれども、まあ、特にこの式の導出とか接線の式の導出っていうのは、この後の楕円とか双曲線にも全く同じ考え方で適用していこうと思うので、まずはこの簡単な放物線のケースで考え方を習得してみてもらえたらと思います。では、まず奇跡の式の導出です。放物線放物線と言われてるんです。けれども、ここでは何を考えるかというと p0 っていう。 点を F と置いてその点とあと x ス p っていう直線ですねこの2つからの距離が等しい点の軌跡の式を求めてみようと思いますそののの上で放物線っってててどういうものなのかっていういいいいいもなか話をしていきたいと思いますじゃあ軌跡の式を求めようとなったら原点に立ち返ってこの軌跡上の点をラージ x ラージ y とした時に問題文の条件、まあ、今回でいうとこの点と直線からの距離が等しいですよっていうこの条件に対する xy に関する必要十分条件というのを求めていくことこれにつきますこれは両問演習 1a2b の57問目で扱っているテーマで、まあ、これまでもいろんな動画で登場していますじゃあ今回も lar largexlargey というものを置いて今回問題文で与えられている情報っていうのが要するに点 p0 っていうものと x イコールス p っていうものから lar largexlargey が等距離にありますよっていう条件ですじゃあこれをどうやって認識するかですけれども それはすなわちこちらですね。2点間の距離の公式。で右側に関しては x、x イコールマイナス p。で今回、この右上の図では、p が0より大きいとして書いてますけれども、点、largex、largey があったときに、この距離ですよね。これは x 座標の差として捉えることができるので、largex プラス p の絶対値と表せます。じゃああとはこれを同値変形していくことで、今回は奇跡の式を求めようと思います。でまず両辺二乗するとこちら。これが同値っていうのはわかりますか 上ならば下は当然2乗すれば成り立つんですけれども下ならば上っていうのはこの上の式の両辺がですね0以上っていうことがまあすでにわかっているのでなのでここは同値ですよとこれが後々楕円とか双曲線の式の導出の時に重要なテーマになってきますじゃあこれを展開して変形してあげるとこちらこれで奇跡の式が求まりますですので x と y に戻してあげて求める奇跡の方程式っていうのは y 乗イコール 4px と求まります これが点 P ゼと x イコールマイナス p から遠距離にある点をプロットしていった時の軌跡の式になっています。つまりここでは p がゼロより大きいとして図示をすると、まずこの x イコールマイナス p っていうものがあって、で p ゼロっていう点があって、でこの二つから遠距離な点っていうのをプロットしていって、そうするとこういう図形が確かに描けそうですよね。この黒のカーブが。 でこの式が y 2乗イコール 4px ですよと。で、いろいろな名前が付いていて、まずこの p0 のこの点のことですね、これを焦点と言います。で、x イコール -p っていうこの直線の方のことを順線と言います。で、この y 2乗イコール 4px っていう式において、x が最小になるところですね、そこがこの点、今回はこれ原点になるわけですけれども、これを頂点と呼びます。で、焦点を通って、 順線に垂直な線それを軸と言います、まあ、今回はこの軸っていうのが x 軸と重なってますよとという名前はですねしっかりと押さえておくようにしてください。で今回は p0 で x イコールマイナス pp は0じゃないとしてこれらをもとに式を導出しましたけれどもこういうようにある定点とその定点を通らない定直線ですね、まあ、今回は x イコールマイナス p っていう直線を引いてますけれども、まあ、この 定直線、まあ、すなわちこれ別に斜めであってもある定まった直線であれば OK でこの2つからの距離が等しい点の軌跡のことを総称して放物線と呼んでいます。まあ、今回は分かりやすいようにこの点っていうのは x 軸に取りましたしその x 軸に垂直なものを順線として考えたんですけれどもこの放物線の定義としては別に点もどこにあってもいいですしでこの直線っていうのも定点を通らなければどこにあっても OK です。 なので今回出てきた y 2乗イコール 4px っていうのは放物線の中の考えやすい一つの形態だと思っておいてもらえるといいかと思いますですのでもちろんこの出てきた式っていうのを x 軸方向 y 軸方向に平行移動しても放物線は放物線ですし回転移動しても放物線は放物線です例えば定点っていうのを 0p で取って直線を y イコールマイナス p で取った時に放物線どうなるかというと こういう形になります。で、x と y ひっくり返した形になってきて、この放物線の式っていうのが、x 二乗イコール 4py。まあ、変形すると y イコール 4p 分の x 二乗と。で、p は0ではないとしておきます。まあ、これが放物線が出来上がるために必要な条件ですね。でそうすると、まあ、確かに普段慣れ親しんでいる二次関数の形が出てきますよね。y、まあ、イコールなんとかかける x 二乗と。っていう形で、まあ、普段、 考えていた2次関数っていうのはこの、まあ、いわゆる放物線、まあ、総称である放物線の、まあ、一つの形だったっていうことがわかるかと思いますよく放物線放物線と呼んでましたけれども、まあ、背景としてはこういうからくりになっていますでは接線の方程式を考えていきたいと思いますまあ今見たみたいに y=4p 分の 1x2 乗みたいな、まあ、こういう形であれば普通に x で微分をして接線の方程式って、まあ、これまでも考えてきたわけですけれども今回は さっき示した形つまり y 2乗イコール 4px っていうこの形で x0y0 って0いう点での接線の式っていうのを考えていきたいと思いますここでは考え方を2通り紹介したいと思います1つ目はこの数学3特攻では微分まで学んでいるので微分を用いて計算していくっていう発想ですつまり y 2乗イコール 4px っていうのを両辺 x で微分しますそうするとこちら これ左辺に関しては合成関数の微分ですね y2 乗っていうものを x で微分したいのでまずは y で微分をしてそこに y を x で微分した dydx っていうものをくっつけるこれで微分することができますで今回調べたいのは、まあ、dydx なんですね、まあ、これがすなわち接線の傾きになってくるとでこれ y 分の 2p になりそうですよねでこの点つまり y に今回でいうと y0 っていうものを代入すると 点 X0 Y0 での接線の傾きっていうのが出てきそうだという発想なんですけれどももちろん Y が0の時っていうのは Y で割ることができないのでこの形に持っていけないえつまり Y0 っていうものが0ではないと、まあ、仮定をして、まあ、このもとでまずは考えます Y0 が0ではないとするとこの点 X0 Y0 での dydx つまり接線の傾きっていうのが Y0 分の 2p になりますですので接線の式っていうものはこちら Y-Y0 通る点が X0 Y0 で接線の傾きが Y0 分の 2p なのでこれで接線の方程式が作れます。で変形するとこちら。でここで一工夫が必要で X0 y 0っていうのが今回放物線上の点なんですね。ですので式に代入したこちらが成り立つよと。でこれをこの Y0 二乗のところに代入することによってこちらの式を得ることができます。この形がよく登場しますね。 で y0 で割って y イコールの形に持っていきたくなるんですけれども、まあ、今回は追加で y0 が0の時っていうのを考えないといけないよと今は勝手に y0 が0ではないとして議論を進めてきたんですけれども、まあ、最後に y0 が0の時っていうのを考えてあげてこの時どうなるかというと y0 が0っていうことは要するにこの頂点のところを意味してるんですねこの頂点で接線どうなりますかっていう話なんでそれは x イコール0ですよねとじゃあ y0 が0の時に この上の赤の式に代入をして x イコール0になるのかっていうのを確かめるとこの y0 イコール0の時っていうのは x0 っていうのも0ですですですのでこれを赤の式に代入すると0イコール 2px となりますでここで p が0ではないっていう条件が効いてきてですので x イコール0とつまりこの接線を表していることが分かりますなので OK 含まれますなのでこの y0 で割らないこの形 が全ての点 x0y0 この放物線上の任意の点での接線の方程式となっていることがわかります。でこの式、まあ、毎回微分をして作ってもいいんですけれども、まあ、すぐ思い出すためのイメージ証明はできるっていうことを前提として、まあ、実際に本番で思い出す時のイメージとしては y=4px 乗イコールっていう、まあ、この放物線の式があってで y に関してこれ y×y なのでこの一つを y にする。 で一方右辺に関しては 4px っていうのは 2p×x+x プラスですよねでこの2個出てくる x の1つを x0 にすると y0y イコール 2px+x0 プラスとなってすぐに上の接線の方程式の形を作れます、まあ、なので思い出し方としてはこれが一番簡単かなという気がしますあの円の接線公式で x と y を1つずつ x0y0 そこの のの点に置き換えたっていうのと同じ発想でです。では考え方2つ目として微分を使わない接線の傾きってそもそもどういうことなのかっていう根本に立ち返る方法を紹介しますで微分を使わない方法っていうのは、まあ、教科書的な証明も実はもう一種類あってそれも考え方3つ目として後で補足しようと思いますでここではこういうことを考えます放物線上に今回 x0y0 っていうのがあってここでの接線の傾きを求めたいんですよと その時にここの点に十分近い2点 x1y1x2y2 っていうのを取ってきてこれ左右から挟むイメージなんですね x1 小なり x0 小なり x2 で y1y2 っていうのが y0 と同符号になるような2点を取ってくることができそうですよねとつまりイメージはこの右下の図で,で今回考えている点がここで,でこの左右に2点を取ってくるよとでこの y Y に関しては全部同符号になるように。まあ、すなわち、X だけの代償関係だと、まあ、こっちに点を取ってくることもできるんですけど、まあ、こっちには取ってこずに、まあ、同じ側に、まあ、本当にこの点を挟むような形で、2点取ってくるよと。えただ、これができるのって、実は X0 が0じゃないときだけなんですね。えなぜかというと、X0 が0のとき、まあ、すなわち、X0 が0のときって、この頂点のときなんですけど、えこれって、この放物線上の点の、 X 座標の取りる値の値ミニマムですよね。なのでこれより左に出てくることできないんでこういう挟み方はできないのでここでは x0="0」としておきますじゃあその2点を取った時にその2点っていうのが放物線上なので式に代入した式が成り立つよとでこれを辺辺引きますそうすると和た差の積に因数分解することが左辺ができてこの形が出てきますでここで持っていきたいのはこちらの形なんですね x1-x2 y1-y2 分のの形に持っていくことが目的です。なぜかというとこの形っていうのはこの2点を通る直線の平均変化率を表しますよねと。これはもう中学校から出てきているおなじみの平均変化率ですね。ということはこの2点をどん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 近づけていくとこの値っていうのは接線の傾きにどんどん近づいていきますよねと。なのでこの形を考えたい。でそのためには この y1 プラス y2 とか x1 マイナス x2 で両辺を割る必要があるんですけどそれが0ではないっていうのを確かめる必要があってそうすると今回確かに x1 マイナス x2 っていうのは0ではないこれはまずなぜだかわかりますかこれはここから明らかですね x1 と x2 っていうのは十分近いんですけれども等しくなることはないさらには y1 プラス y2 がノットイコー0.0これはなぜ言えるかというと x0 がノットイコーゼ0ということは まあここなので y 0っていうのもノットイコール0なんですね。えということは y 0っていうのはプラスか y 0っていうのはマイナスかと。でそれと同符号な点として y 1と y 2を取っているので y+y 1プラスっていうのはプラスかマイナスなんですね。ですので0.0ですのでこの2つで両辺を割ってこの式を見事に得ることができます。じゃあこの2点をどんどん近づけていく。 要するに y1 と y2 っていうのをどん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  y0 に近づけていくっていうことになるのでこの平均変化率の値っていうのはどん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  y0 分の 2p に近づいていきますよと、まあ、極限値を考えていますでこれが x0y0 での接線の傾きですよねとで,ですのでさっきと同じような x0y0 での接線の傾きっていうのを得ることができましたあとはさっきの考え方と一緒ですでこれが考え方の2つ目 考え方3つ目としては、まあ、これは教科書にも出てくる方法ですけれども x0y0 を通る直線の式っていうのを y-y0 イコール何かしら傾きを取ってきて x-x0 と、まあ、この形で置いてで、まあ、この形で置けるのは x0 が0ではない時ですね x0 が0の時傾きが接線の傾きって存在してこないので x0 が0じゃない時すなわち点が ゼロゼロまあ、今回で言うと原点じゃない時はこんな形で表せてでこれと y 乗イコール 4px というものを連立して重解を持つような m についての条件を求めていくと、まあ、そういう流れで考えていくこともできますし問題解いていく上で、まあ、この重解を使った発想っていうのも柔軟にいつでもできるようにしておくと解放の幅が広がっていくのでこれはこれでおすすめですなので是非この方法もやってみてください。 ででは次のテーマですす。ね、媒介変数表示に関しして話をしたいいと思いますえつまりどういうことかというと y=4pxp 乗イコール P、P、は0ではないとして、まあ、これって2次元のグラフを描きますよとなんですけれども、まあ、動きが束縛されているのでえ実はこれは1文字でこの曲線上の点というのを表すことができます2次元なんですけれども自由度が1個減っているので、まあ、1文字で表せるなっていう、まあ、そういうイメージですね じゃあ実際どうやって表せばいいかというと、まあ、例えば y=t と置けば y=t で x=4p 分の t 以上、まあ、この2式を満たす実数 t とこの放物線上の点というのが1対1に対応しますここのイメージははわかかりますす、まあ、れは実数全体を取るんですね。つまりどういうことかというと上ならば下に関してはどうやって理解をするかというと y=4px 乗上の点というのが1つあった時に その点の y 座標を t と置くとその t っていうのは確かに実数でただ一つの実数ですよねでその時に x 座標っていうのは 4p 分の t 二乗と確かに表されるので下のこの x イコールと y イコールこの2式を満たす実数 t がただ一つに決まっていることがわかりますで逆に下ならば上っていうのも、まあ、これもすぐに調べることができて、まあ、t っていうのをある一つ取ってくるよと 例えば t0 っていうものを取ってきた時にその時 x イコール 4p 分の t 0二乗で y イコール t0 ということで x と y が定まるので,でこれは確かに y 二乗イコール 4px 上にありますよね代入して成り立つんででしかもこれはただ一点を表しているのでこの放物線上の一つの点と対応してくることになります なので確かにに1 1対1に対応することると。がわかるこれで注意なのは x イコール t と置、まあ、きたくなる気持ちもあるんですけれども、まあ、そうすると y が2つになってしまうので処理が基本的にややこしくなっていきますなので y を t と置くっていうのが大事になってきます媒介変数表示って、まあ、もちろんいろんな表し方があるんですけれども、まあ、この表し方が一番オーソドックスでよく出てくるかなと思いますでこれによって y 2乗イコール 4px っていう、まあ、二次元上の曲線の情報を っ t っていう、実数 t っていうある一文字によって表すことができるっていう方法ですじゃあ最後に放物線の性質有名な性質が一つあるのでそれを紹介して終わりますどういうことかというと実は放物線っていうのは任意の放物線上の点でその接線っていうのがその点と焦点を結んだ線分あとはその点から純線に下ろした垂線でその2つの 線分によって、まあ、この角度ができるわけですけれども、まあ、その角度っていうものを2等分しますでこの証明は後でやるんですけれども、まあ、これによって何がありがたいかというと実用上これはすごくありがたくて、まあ、この水色っていうのがこの点 A での接線ですよとでこの接線っていうのが、まあ、このグラフでいうと角 h a f っていうのを2等分しているということはこの直線 AH を考えたときに、まあ、この角度ですねでこの角度とも、まあ、これは対頂角で等しくなってくると。 いうことはここだけ拡大をすると接線があって、まあ、ここに放物線があって、まあ、ここ点 A ですねで点 A に対してこことここが等しいって要するにどういうことかっていうとこの接線の垂線を考えたら分かるんですけれどもこことここが等しいですよっていうことになりますどっちも90度マイナスこの同じ角度ですよねなのでここの角が等しいということは要するに この点 A ににに対ししてて軸に平行にある電波が入ってきたとしますその時にこれが点 A で反射をして反射の法則が確かに成り立っていてこれが焦点に届くということを意味していてすごいのは何かというとこれが放物線上の任意の点で成り立っているっていうことなんですね。ということは要するに放物線っていうものがあった時にこれに軸に平行に入ってきた電波っていうのがこれ全てて 焦点に集まっっててくるっていうことが分かりますでこの性質を利用しているのがよくパラボラアンテナと言われる、まあ、アンテナですね。でこれによって、まあ、ここにその電波をキャッチするものを置いておけば効率よく電波をキャッチすることができます。でこのパラボラアンテナのパラボラっていうのは実はこのパラボラが放物線っていう意味なんで、まあ、放物線を利用しているアンテナっていう意味なんですねそもそもが。で、まあ、これ逆に言うとどういうことかというと。 この点からこの焦点ですねこの放物線の焦点から発した電波っていうのは全てこの放物線で反射をして同じ方向に飛んでいきます普通だったらある1点から電波を発すると、まあ、いろんな方向に飛んでいくわけですけれどもこの放物線の形を利用することによってこの焦点から発した電波っていうのがこっちに飛んでいってもこっちに飛んでいってもいずれどこかで放物線とぶつかって 全てこの軸の方向に飛んでいってくれるというので効率よく電波をまとめて同じ方に飛ばせるっていう効果もあります。これが実用上この放物線の優れた部分ですね。じゃあ最後にこの2等分するっていうのを証明しておくとこれも品質テーマなのでぜひこれも押さえておいてください。まず接線の式を求めます。で任意の点 A って書いてあるんですけれどもさっき媒介変数表示で見たように。 弱い座標を A、遠くと X 座標はこちら。で、A は実数とで。この形で任意の放物線の点を表すことができました。じゃあ、この点における接線の式はというと、こちらです。まあ、これはさっき証明をしました。で、今回、都合上 P はプラスと置いておきます。まあ、B マイナスでももちろん、議論は同じです。で、何をするかというと、この接線の X 軸との交点を B と置きます。つまり、ここですね。この点 A での接線の。 直線が X 軸とと交わる交点を B と置きます。ちょっと図が汚いですけれどもこの B のこの x 座標っていうのを求めることができてそれはこの接線の式に y=0 を代入すればいいですよねそうすると x ス4 p 分の a2 乗と出てきますじゃあこの x 座標が分かると次何を考えるかというとこの af この a から焦点までの距離とこの bf との距離が等しいことを示します 実際計算してみると AF の2乗っていうのは2点間の距離の公式からこちらで理式ができて、まあ、汚くなりそうだなって思うんですけれども実はきれいに2乗でくくることができますで一方で BF2 乗っていうのはこっちが P0 で,で今 B っていうのは求めた X 座標があるんで,でこちらって考えることができて確かに AF イコール BF になりますなんでこれを示したかというとこれによってここの 二つの角度がが等しいことが分かります。つまり二等辺三角形になってるんでこの定角っていうのが等しいですよとで。そうすると今回考えているのは何かというとこの直線 AB っていうのが角 HAF を二等分することを示したいんですがこことここは錯角により等しいですよね。ですのでこことここの角度は等しいということが示されます。 よって、確かに二等分してるっていう。まあ、初等幾何をうまく使いながら示すことができましたと。これによって、まあ、さっきの放物線の性質を示すことができます。ぜひ考えてみてください。はい、いかがだったでしょうか。まあ、放物線もこの放物線に関する基本的な知識っていうのは、もうこの動画で全部モ網ラできているかなと思います。で、あとはいろんな放物線の性質を使った問題がもちろん登場してくるんですけれども、まあ、この基本さえ知っていれば、あとは結局これまでの関数の話と。 考え方は変わらないので、まあ、さっき途中で出てきた、まあ、接するっていうものを重解として捉える発想とかあとは奇跡の発想とか、まあ、それはもうこれまでも学んだ内容なのでぜひ、まあ、放物線の基本的な定義とあと式の導出とあとは媒介変数の形とか、まあ、そこら辺を押さえておいてもらえるといいかなと思いますでは次回ですね、まあ、楕円よく出てくる楕円に関する話をしていきます、まあ同じように 楕円に関する知識をすべ、まあ、てこの次の動画で解説していこうと思うのでまだ学んだことがない方は一度教科書でさらっと見ておくとスムーズに理解できるかなと思いますでは今日もお疲れ様でしたありがとうございました